松ぼっくりで作る雪木立です。片面段ボールの土台にボンドで松ぼっくりをくっつけて木立のようにしました。左が普通の松ぼっくり、右が大王将の松ぼっくりです。雪が積もっている様子を表すために白い絵の具を使います。水を少し加え、松ぼっくりの先のところに塗っていきます。雪をかぶっているような感じになりました。普通サイズの松ぼっくりならもっと簡単にできます。乾かして並べると雪化粧した木立の出来上がりです。このままでも綺麗ですが、ワークショップではこの松ぼっくりの輪辺の間にお花紙を入れてクリスマスツリーを作る予定です。